市別町のメロディーロード標識メロディーロードは乗用車のタイヤとの摩擦で音を発生させるように舗装路面に溝を切り込み路面上を一定の速度で走行すると音楽が流れるよう細工は施した道路またはその舗装技術本技術は特許庁に2005年9月16日出願2011年3月に特許され特許現場に登録されているまた この名称メロディーロードは2004年に商標として登録されている。アスファルト及びコンクリート舗装路面に深さ 3mm6mm、mm、幅 6mm24mm、mm、長さ 2.9m3.1m の溝を道路横断方向に複数切削することにより、車両走行時に発生する舗装とタイヤとの接触走行音を適切に設定することで、 走行音があたかも音楽を奏でるかのような効果を狙ったものである。溝から溝までの距離の調整によって走行音の音階や音域等の発生を調整する。また、溝の切削幅を変えることにより発生音量の代償を調整する。設定速度が時速6 0トル延長3 0 0ルのメロディーロードの場合、設定速度に従って走行すれば、 約20秒間のメロディを奏でる。車両の前後にある複数のタイヤから同時に発生する異なった音は人の脳の働きにより都合よく取捨選択されるほか予備知識として使用されている曲目などの情報がある場合はより鮮明に聞くことが可能である。道路に溝を設けることによりタイヤと路面との間に発生する摩擦抵抗を向上させたり 切削する溝の思考長さを路側線より外側に思考指示つら水を車両走行体外側に排水することにより車両走行体の耐水を改善しハイドロプレーニング現象を防止する効果があるが車両走行体内で溝の切削を終了する場合は溝端部に路面水が集中し耐水する可能性があるため事故防止の観点からは 溝端部の排水処理や道路排水勾配に配慮する必要がある。メロディの効果を得ようとする運転手が設定速度通りに走ることにより速度超過を抑制する効果もある。眠気防止や地域に油縁のある曲目を利用することにより観光資源の喪失などにも効果が期待できる。騒音として感じられる場合があることから影響する地域の住民の理解、合意が必要とされる。 人家など居住区域から300メートル程度離すことにより音量の改善、軽減はされるが、思考場所の環境による音の反響の状態や設計する音量、音階などに工夫、配慮する必要がある。実際、群馬県によって設置された長野原町北、軽井沢地区の国道146号にあったメロディーラインは別荘住民だからの 騒音がひどいなどの苦情を受け、わずか1年後の2013年には撤去の浮き目にあっている。篠田工業が北海道立工業試験場と共同開発し、2004年に市別町の町道に実験的に設置された。本技術は日本特許町に特許され、特許原簿に登録されている。また、メロディーロードの故障は商標登録がなされている。 道路の愛称として、メロディロード以外の故障がなされている事例もある。ABCDE、東北発のメロディーロード種別、篠田工業が開発、技術指導20秒間、カントリーロード、北海道新聞。 http://www.hokkaido-anp.co.jp スラッシュニューススラッシュ chiki3 スラッシュ 579840.html アットメロディドロ騒音苦情で撤去へ北軽井沢設置1年アーカイブド2013年10月12日アットザウェイバックマシン 朝日新聞2013年10月9日2011年3月25日特許登録、出願日2005年9月16日、発明の名称、メロディーロード及びメロディーロード設計プログラム、特許権者、有限会社イーストビズ、北海道立総合研究機構、このほか2010年12月3日には、北海道市別町の町道で、カーブです、カーブです。 スピードを落としてくださいと聞こえる、喋る度も、試験施行されている2005年9月16日、出願、2011年3月25日特許2006年2月10日、第37類で、商標登録。2011年10月28日、第6類、第35類で、商標登録。ありがとうございます。